はい、こんにちは。奥野モーターズの高倉です。これからちょっとなんか日が暮れてきたんですけど、これから試乗をちょっと行ってみたいなと思いますんで、はい、まあちょっと試乗、特に前回でだいぶ説明してるんで、試乗中に行くことあまりないかとは思うんですけど、ちょっと乗ってみたいと思います。はい。はい、じゃあそれではこれから試乗行ってみたいと思います。エンジンかけていきます。ハンドルがちょっと僕は前に出す方が好きなんで、はい、はい、では行きまーす。先に燃料を入れて、うちの方だったかもしれないです。まあでも記憶がおかしいんで。はい、燃料入れて、あ、こう画面変わったよ。こんな感じになっております。じゃあ行きましょう。まあ、正直この車初めてなんですよね。2台目のカイエンに乗るのがなかなかね、在庫でありながら自分のものとは思いながらも、傷がこう無傷というかほとんど傷のない車ってなかなか乗るのに勇気がいるっていう。試乗コースに使ってるんですけど、すごいやっぱり分かりやすくていいですね。こうブレーキ踏む箇所があったり、ちょっと道がよろしくなかったりするんで、ちょうどで、一応今日はこのまま高速道路乗ってみようかなと思ったりしております。ハンドルも結構握りやすくてね、しっくりとくるこの大きさが、まあちょっと女性にはサイズが大きいかもしれない。いや、そうでもないか。ちょっと大きいかもしれないですね。なんか男性向きな感じのフィッティングになってますね。どうですか、助手席の乗った感じは。助手席はとてもいいです。まあこの、正直この車のパフォーマンスが果たして一般道で発揮できるのかっていうところもあるんですけどね。ちゃんと法定速度を守って走ると、いやー、これはスムーズというか本当にストレスフリーな車ですね。皆さん、ここから県外の方来られると思うんですけど、東福山のインターを降りていただければ結構近いので、特に違和感もなく調子はいいかなと思いますね。左ハンドル用のものがあるんです。あら、これ遠かった。じゃあ行きましょう、高速道路。じゃあ広島方向に向かっていきます。いいね、この加速感いいっすよ。すごくスーッと乗る。ロードノイズも少なめ、タイヤが分厚くてあれなんで、太いというか、まあ分厚いというか太さがあるんで、もうちょっとノイズが聞こえるかなと思ったんですけど、まあいいタイヤだからかもしれないんですけど、あまりノイズもなく、足回りやっぱちょっと固めですよね。まあ個人的には足回りはやっぱ柔らより硬い方が安心感があるんですけど、まあ、ポルシェがこれは、黒缶ではなくスポーツカーだって言ってる理由がわからないでもないような感じの、まあ、なんかポルシェ自体は結構壊れにくいみたいですね。まあ、工業製品なんで寿命はいずれ来るんで、絶対に壊れる、
壊れるというか消耗していくんですよね。で消耗していくと部品を交換しないといけないんですけど、でその部品が高いのは仕方がないかなっていうのはあったりしますね。というのはこれ昔ちょっと某ディーラーさんの受け売りなんですけど、やっぱり1000万する車の部品は1000万円の部品がついてるんだっていう、すごく説得力のある言葉で、高いものの修理は高いお金がかかるとということですので、まあ輸入車の場合どうしてもこう高ければ高いほど、まあ、部品も高くなるということになってくるんで、なんか高い認識はあるのかもしれないですけど、結構ポルシェは壊れにくいみたいですね。海外販売させていただいたこともあって、まあ、仙台の方なんですけど、まあ、これといって修理ってあんまりないですね。消耗品でどうしてもダメになったりすることはあるんですけど、ただまあ本音で部品が高いのは間違いないかなと思います。こう試乗しては調子いいなと思っても整備で開けてみるとやっぱりちょっと良くないところがあったり、また整備で分からなくても試乗してみると分かるところがあったり、まあ、難しいところなんですけど、ね、ここはやっぱりやっていかないといけないのかなっていう感じはします。あでも調子は良さそうな感じはしますね。さあここで降りますか。降りましょう。はい、ではもう一回高速帰りの乗り心地はすごくいい。こういう車なのにロールもないし、すごい安定感があるかなーっていう感じが、この80キロくらいからの加速っていうのもちょっと見込んでみて、あアクセル半分で80キロからこういう加速をするっていう、全部踏み込んだ感じじゃないですけど、ちょっと半分ぐらい踏み込んだ。今はもう本当この今85キロぐらいですけど、8速でほぼ足乗っけてるだけぐらいの感じです。気づいたら多分これ普通にすごいスピード出てるんじゃないかなと思いますね。普通に意識してないと、今87キロ8速で回転数1100ちょっとぐらいですね。こんにちは、という形でちょっと、市場の方から帰ってきたんですけど、途中でメモリーカードがいっぱいになって撮影ができなくなったっていうちょっとオチなんですけど、まあ、帰りはまあそれなりに走ってみたんですけど、まあ、問題は特になく、ポルシェがこれはスポーツカーだと、言ってる理由がちょっと分かった気はしますね。黒缶ではなくスポーツカーっていうやっぱりカテゴリーの中でポルシェは、表現したかったんだろうなっていうのはすごい乗った感じで分かりました。4WD のあのスタイルなのに、ハンドリングだとか走行性能、加速性能だったりとか、まあ、ブレーキングだったりですね、その辺全てなんかスポーツカー乗ってるような感じがするっていうのはちょっと分かりますね。やっぱりどうしても重さがある分、多少のもっさり感っていうのはあるんですけど、その辺を、まあ、排気量だったりとか、まあ、パワーで、うまいことこうフォローしてるというかいう形のかあという雰囲気を感じ取れました。で、まあ、すごい、初めて乗ったんですけど乗りやすいですね。まあ、右ハンドルだったらもうちょっと乗りやすいんだろうなと思うんですけど、まあ、左も慣れなんで、まあ、感じ的にはただ左ハンドルとかなんか高級車乗ってるとっていうイメージがあるんでいいなと思いながら、はい、良かったですね、すごく。で、まあ、調子も悪くなかったですし、まあ、安心して販売できるかなという感じは、まあ、再度こう再確認できたという感じはします。はい。で、まあ、前回の動画でも言った通り、カイエンに関しては、陸送費、いわゆる県外登録費用っていうものに関しては、弊社の方で、まあ、YouTube 限定という形なんですけど、 YouTube を見たと言っていただければ、そちらの方は、免除というか、まあ、弊社の方で負担させていただきますので、
まあ、自分もそういうサービスができるかなと思いまして、はい、まあ、車は車で高額なので、まあ、そのぐらいはできる限りしていきたいかなと思います。はい、そんな感じでちょっと今回試乗してみて、まあ、もしまたこんな感じで試乗の風景というか試乗したレビューも聞きたいなとかっていうのがありましたら、コメント欄の方で書いていただけましたら、そういうのもちょっとしてできる限り、時間が許す限りしていきたいなと思いますので、はい、そういう形で、まあ、ちょっとこの動画が良かったなと思っていただければ高評価、また、継続してご視聴いただけるでしたら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではそんな感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。